タンブラーの隠れ家書斎。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブラーです。はい、というわけで今回はこちらのラジオですね、タンブラーの隠れ家書斎、こちらのラジオをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらのラジオではですね、自分が普段、日本に直接関連するゲームということで、主には和風のゲームになりますが、そういったゲームを専門で、発信をしておりますので、それにちなんだ話をしていくというラジオになります。自国日本のですね、歴史、文化、伝統とかですね、そういったものをですね、ゲームと絡めながらお話をしていくという、ラジオになります。一応こうゲームと関連した話ではありますが、直接ですね、ゲームのこうシステムとかそういった内容にですね、深くこう入り込んだ話をするようなラジオではありませんので、こういったテーマにですね、興味ある方は幅広く聞いていただけるとありがたいなというふうに思います。はい、というわけで今日題材として取り上げるゲームはこちらですね、ワイルドハーツ、2023年に発売した、和風の仮ゲーになりますけれども、今日はですね、このワイルドハーツの中の、敵のですね、モンスター、巨獣と言いますが、このゲームでは、巨獣のこう一体に村雲というね、巨獣がおります。これ DLC でですね、後から追加された巨獣になるんですけども、この巨獣の名前がですね、村雲ということで、ほぼほぼですね、日本神話に出てくる天の村雲の剣からですね、名前来てるんじゃないかと思いますので、今日はですね、この村雲にちなんだお話ということで、天の村雲の剣についてですね、お話をしたいと思います。ワイルドハーツの村雲はですね、狐と、それから桜をですね、うまくこう組み合わせたようなですね、非常に、いい和風デザインになっておりまして、本当に見た目はですね、とてもこう素晴らしいんですけども、名前もですね、日本の神話に関連した名前になっているんじゃないかと思いますので、これを機にですね、興味を持っていただける方が増えたらいいなというふうに思います。はい、というわけでここから先はですね、自分のブログの記事をですね、大部分引用しながらお話をさせていただきたいと思います。天の村雲の剣、現代の日本国にも継承され続けている、三種の神器の一つです。別名草薙の剣という言い方もあります。おそらくですね、日本神話に登場する中で最も有名な神器ではないかなというふうに思います。ちなみにですね、三種の神器の残り2つ、名前ご存知でしょうかね。自分のチャンネルは結構ね、マニアックな方が多いんで、全部言えるような方もね、視聴者層には結構いるんじゃないかと思いますけど、残り2つ、八田の鏡、それからヤカサニのマガダマですね、この2つになります。マガダマとかはね、普通に名前出てこない日本人も現代では多いんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、3つ全部言えるだけでもですね、ぼちぼちのマニアではないかなと思いますね。はい、天の村雲の剣はですね、日本神話においてスサノオミコトという神様がですね、アシェラ中津国の地上世界に、追放されてから、ヤマタノオロチという怪物とね、戦います。で、このヤマタノオロチをですね、退治したときに、大蛇の尻尾から出てきた剣ということになります。なのでね、ゲーマーの方にはね、とてもこう分かりやすいと思うんですけれども、現代ゲーム風に言えば、ドロップアイテムということですね。はい。なんでこう尻尾に入っていたのかよく分かりませんけどね。はい。ちなみにですね、スサノオがヤマタノオロチを討伐したときに使っていた、スサノオ自身がね、使っていた剣っていうのは、雨の幅切り。という剣になりまして、この剣もですね、ワイルドハーツに、武器として名前が登場しますんで、また、詳しいお話はですね、別のラジオなんかでもやる機会があったら紹介したいと思います。雨の幅切りについてもね、日本神話の神器の中では、ついで有名な武器かと思いますんで、名前ぐらいは聞いたことある方が多いんじゃないかなというふうに思います。スサノオはですね、ヤマタノオロチから戦利品として手に入れた、この、天の村雲の剣をですね、高間ヶ原の、天照に献上しました。で、その後、ニニギノミコトというですね、神様が天孫降臨といって、地上世界に降りてくるんですけども、この際、他の神器と一緒にニニギに託されまして、地上に降りてきたというふうに言われております。他の神器の話とかですね、天孫降臨のことは、
アマテラスについてもワイルドハーツ関連ということでラジオで紹介しておりまして、まあ、そちらでお話ししてるんでね、まあ、詳しく知りたい方はそっちのラジオを聞いていただければと思います。はい、まあ、こうして地上世界に降りてきた3つの神器っていうのはですね、神様の時代から、まあ、人間の時代にこう移り変わりますと、神様のこう系譜というふうにこうなっている、皇族に継承されていくということになります。でこの後ですね、この件にもう一つの呼び名が付けられるこう有名なエピソードというのにつながります。まあ、それがですね、ヤマトタケルのお話ですね。ヤマトタケルはですね、まあ、日本の何ていうか、古代のこう有名なね、英雄だというふうに思うんですけども、彼はですね、戦っていたあの王子様ということで、伝説がいっぱい残っておりまして、統制というふうに言いましてね、大和、まだ当時ね、大和王朝にこう従っていないあの地域っていうのがあったんですけども、そういったところにですね、征伐しに、まあ、戦争しに、出かけていったというようなことがね、ありました。で、その統制のですね、途中、敵の罠にかかりまして、火に囲まれて窮地に陥るという時があります。で、この時にですね、腰につけていた天の村雲の剣が、まあ、自ら抜け出して、草を投げ払いまして、で火が回るのを防いで、まあ、難を逃れることができたという、こうお話が残っておりまして、まあ、このような伝説から、まあ、天の村雲の剣は別名、草薙の剣というふうにもですね呼ばれるようになったということです。まあ、ですので天の村雲の剣とね、草薙の剣というのは冒頭紹介した通り同じ剣のことなんですね。まあ、両方ともですね名前がすごく有名なんで、漫画アニメゲームとかねこういったサブカルチャー作品だとどっちの名前でもね出てくることがあるんですね。なのでね、本当に人によってはね、天の村雲の剣と草薙の剣がこう別々の剣みたいな感じで、ね、いろんなこう作品で、どっちの名前も使われることがあるんでね、勘違いそれも人もいるかもしれませんけども、まあ、両方ともですね同じ剣のことです。はい、で最後にですね少し複雑な話になりますけれども、まあ、一応こう天の村雲の剣といえばですね結構これは重要な話になりますので、まあ、せっかくなんで最後に紹介したいと思います。三種の神器のうちですね剣と鏡には実は実物の他に型代というですね別のものがあるというふうにされておりまして、で草薙の剣についてもですね型代というものがあるんですね。でこの実はその型代が皇族に継承されているというような形になっておりまして、まあ、実物はですね、熱田神宮に安置されていまして、まあ、太古から大和たけるが所持していた剣というのもこう実物ではなくて型代ということなんですね。でなのであくまでも、まあ、この型代がというねそういうことなんですけども、この型代のね天の村雲の剣はですね実は歴史上一度紛失してしまっております。これがですねいつの時代だったかっていうと平安時代末期の壇の浦の戦いの時なんですけども、まあ、この時ですね源平合戦の時でして、平家が安徳天皇っていうね、天皇をこう担ぎ上げまして、その安徳天皇と、三種の神器をですね一緒に、持ってですね、西国へ、逃げてしまったんですね。でこのためですね次の、源氏が担ぎ上げた次の天皇の後鳥羽天皇っていう天皇がいたんですけども、この天皇はですね、神器がないまま、まあ、皇位を継承することになったということなんですね。もう本当は三種の神器を持って、皇位を継承していくっていうねそういうこの、仕組みになってるんですけども、平家が持ってっちゃったんで、神器がないままですね、皇位を継承することになったというようなことがねありました。でこの後まあ平家が滅亡をしますが、その時にねやっぱ三種の神器っていうのがこの皇位継承の非常に重要なアイテムになるもんですから、まあ、必ずこの3つは取り返さなきゃいけないってことで、まあ、いろいろとこう頑張って確保しようと思ってね源氏がいろいろと探したんですけども、鏡と勾玉は、無事に取り戻すことができたんですが、天の村雲の剣、まあ、草薙の剣ですね、草薙の剣のこの片代はですね、まあ、壇の浦の戦いの時にこう海に沈んで、関門海峡を
のところなんですけども、あそこにですね沈んで失われてしまいました。はい、なんでどうしてもですね天の村雲剣っていうのはこう海に沈んじゃって見つからなかったんですね。だからそこで一度こう紛失をしてしまったんですけども、まあ、その後片白はもう一度改めてですね、確か伊勢神宮だったと思うんですけども、から、まあ、献上されることになりまして、まあ、現代でもですね実物とは別に片白がこう継承され続けていると、まあ、こういうことに、ね、なります。まあ、一応実物と片白とねこう2種類あって話が複雑なんですけども、まあ、一回こう失われちゃってるっていうね、この話をするときにこう実物と形取ってこう2種類あるみたいなことをね紹介しないと話がよく分かんなくなっちゃうもんですから、まあ一応こう複雑な話ではあるんですけどね、この壇ノ浦の戦いの時に一度こう海に沈んじゃって亡くなっちゃったよっていうね話があるもんですから、まあ一緒に紹介をさせていただきました。はい、というわけで今日は村雲のですね、名前の元ネタになっているだろうと思われる天の村雲の剣についてですね紹介をさせていただきました。はい、というわけで今日のラジオはこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また機会がありましたどっかのラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。